それではじゃあトーク開始いたします。どうぞどうぞ。靴脱いで。まあ、昭和30年代の映画なんで、はい、お久しぶりです。原くんでいい？原くんと僕はです、今から1964年、違うな、ちょっと僕62年だよ、62年にその麻布中学に入りまして、同じクラスで、で僕は実は1学期だけしかいなかったんです。そう、1学期でも3、それでも転校しちゃったんですよ、うん、なのでだから、いや風の又三郎状態で、そうで、僕友達だったよね、うんあのね、で中1の1学期しか覚えてなくて、僕友達を3人だけ覚えててですね、うん、中村君っていたでしょ、うんうん、ちっちゃい子、うん、それと原君と田辺君だっけ、あのもう一人、うんうん、で僕その3人の顔と名前しか覚えてないの、うん、で、言いますとですね、で僕はその後、神戸の灘中っていうところに転校したんですが、うん、だから中1の1学期しかいなかったんで、2学期までじゃ、あ2学期途中でか、うん、夏休みはもういなかった、あいなかった、いなかった、僕いなかった、なんか本当に あれ2学期か、うん、2学期の試験は灘で受けてない気がするんだよね。あそう、それでまああとはもう打ち合わせも何でもしていきなり話してもう泣きたいぐらいなんですけどそれ ずっと後になって、後でもないんだけど、うん、原君が、うん、あのお菓子さんに彩られた悲しみのバラードという、うん、デビュー作が、うん、高3時に、蒼月映画祭、そうそうそう、僕見に行ってた、え本当に、で、僕その前が蒼月シネマテイクだったでしょ、うん、前の年が奥村さんが撮った年、うんうん、あだから神戸から2年連続で見に来た、うん、あ、本当に、それで原くんが、グランプリから取って、そう、うん、あ、原くんだと思ってすごいじゃんと思って、うん、いつか会えるといいなと思ったんですよ、うん、で僕は小説を30歳デビューしたんですね、うん、でその時に、うん、これでなんかどっかで原くんと会えるかなと思って、うん、また32年経っちゃった、うんだから結局今日まで、さ、そういうこと言ってなかったから、うん、紹介してくれる人が誰もいなくてですね、うん、なんと今日まで、もこれあと今回たまたまあのうちの大学学生が、手伝ってんだよね、そう、宣伝かなんか、うん、それであの原さんのメッセージを持ってきてですね、うん、彼女のおかげでやっと会えることになりましたっていうね、うん、お久しぶりでございます。いや本当にいや顔変わってないよねそんなことはないか、全然変わってないよ、いや変わってるよ、いやそれで僕ね、うん、高橋君は、うん、あの高橋源太郎っていうスリーファンギーズの、はい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 、人がいて、うん、知ってる、うん、それで高橋源一郎って一字違いなんで、うん、僕入院した時から、うん、あ高橋源一郎、高橋源太郎っていうふうに覚えてたの、ね、うん、なんで仲良かったんだっけ、な原告ですよ原告、あ原告、原告全然覚えてない、原告なんかあったっけ、原告はね、うん、あのひよごっていう変な先生、あ先生ね、変な先生がいて、福田あのコーソンの私の国境教室がテキストだったんですよ、うんうん、よく覚えてんね、覚えてないやん、あそう、僕覚えてんのはさ、うん、私島崎藤村かなんか朗読しなかった、いやあれはね、国木のロッポと徳富ロガ、あそう、僕は記憶捏造してんのかなんかね朗読してくれたよね、うんうん、先生、うん、とにかくね、うん、あの教科書使わないで、あそう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 、うん、それでね、うん、新仮名遣いは間違ってますって話を延々としてたのよ、それで僕それがここに来てるわけ、それがここに来てるわけ、あの麻布の1年の時の先生の、うん、そうすごい影響力、うん、だって新仮名なんか使ったら私の言葉は熊太郎さんには届かない。
もいろんなシチュエーションで人と会うけど、52年ぶりに会ったっていうのはね、半世紀超えてるよね。うん、半世紀超えてるんだよね、本当に。なんかすごく不思議で、なんか映画もさ、昭和の映画で、もうちょっとね、泣きそうになってね、見てましたよ。よかったね。だから不思議で、ね、原くんってさ、あの中1の時って映画見てなかったよね、あんまり。まだあの段階では。そう、中1の時はまだテレビの子、テレビっ子だったから、で、僕もあの時はさ、小説も読んでなくて、だお互いにまだ何、あの将来何者でもない頃だよね。そうそうそう。原くんもまあ途中ずっと映画撮って、多分あの見てるのも多分同じような見てたと思うんで、ね、僕はね、中学2年の時に、あのアラン・レーナの去年、去年マリエンバーゼ、あれを見て、あの ATG ができたのっていつだっけ。 ATG はその頃だよね、中2ぐらいでしょ、僕が中2だってすぐ会員になった、だから関西の方は阪急文化っていうのとさ、もう一個あったかな。だからその時にうちのやっぱり中学高校から大量に会員になってずっと見てたから、だからあの多分その原くんと同じようなことをやっててね、で67年に吉貝ピエロがゴダールのあって初日に行ったでしょ、いや僕はね、でも吉貝ピエロは65年なんですけど、あとから入ってきたの。あと、吉貝ピエロはすごい遅れたんですよ。で僕はあの大島渚は結構見てましたね。あ、そっか、その頃すでにね、日本酒加工とか、あんなのはね初日で行ってましたよ。あれめちゃくちゃ面白くて。そうだよね、だどっちかっていうと、大島さんの方、ね、後でまあそう、大島さんの方、本を書いたもんね、かけたんで、すごい光栄だったんですけども。かっこいいよね。だからいや、それで岡さんに乗れた悲しみのバラードが高3の時でしょ、で、僕らも関西の方で多分8ミリ映画撮ってた。あ、撮ってたの。撮ってた。あ、本当に、恥ずかしいけど、ゴダールみたいなやつ、でもやっぱり原くんのとか見て、やっぱりこれは映画の才能ないなと思ってよかった、映画の方進まなくて。なんで、まあずっと、あの折に触れて、頑張ってやってるなっていうふうに思っていますよね。まあ、どこ行っちゃったのかなと思って、俺ずっと、あの、行った後ね、そうあの後はほぼ行方不明状態だから、31でデビューするんだけど、その間ずっともう何もしてなくてですね、ですから、中2で高校卒業して大学入って、だから1970年代ほぼ、無ですね。君が充実した生活を送っている時に僕はもう無意な生活っていうか、あの健康に働いてましたけど、なのででも本当なんか不思議だよね、いや不思議なのはさ、なんで会わなかったんだろうねっていうのがさ、今日まですごく不思議だったんですが、これほっといたらさ、これ死んじゃったりするよね、僕もはや。そう64でしょ、まあ同い年だから、知ってた自分の年自分の年は知って、それで、いや僕はね、そのチラシの一番下にも書いてあるんですけど、双子の星っていう今、映画をこれから撮るんですけど、おととしに双子の女の子、生まれたの。生まれた。あ、ねえ、今回びっくりしたんだけど、あの作詞作曲全部払う、全部やってるって言ってるね。音楽の才能あるの。音楽の才能なんかあるんだよねいやだってよかったもんね、そっか、じゃあ全部自分で作詞作曲して。でも音楽と映画って同じだから、基本的に分かるよね、時間の芸術だから。そうそう、要するに僕ね本当思った、ね、あのこういう時に来る時って、いつも困るのはさ、だってこれ本当は前もって見てこようと思ったんだけど、見れなかったんで、ここで来てから見ようと思ってさ、つまんなかったらどうしようと思うんだよ、でやっぱ嘘言えないし、したらさ途中でいい映画なんでも安心して見たんだけど、やっぱり
ちょっと多分年齢も加わってくると、うんうん、作り方も少し変わってくるよね、うん、だから今回見たんだけどやっぱり時間、うん、がちょっと昭和、うん、昭和、うん、昭和だよね、うん、で近代、うん、だからちょっと歴史とかさ、うん、時間っていうものを映そうとしてるよね、うんうん、だからこの心地よさって何なんだろうねっていうふうに見ながらね、うん、思ったんだけど、であともう一つこれはちょっと僕が見てた感じなんだけど、うん、なんか結構合ってるのかもしれないけどさ、うん、ちょっともう何か伝えたいって感じだよね、下の世代に。そうだね、だって伝えなきゃしょうがないもんね。そうだから、それが、うん、そういうのはあんまりなかったでしょ、うん、まあ、当然、うん、若い頃はないしさ、そう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 、ないないない、うん、これやっぱり最近、うん、それは僕もすごく感じるんだよね、うん、なんかちょうどとは今の子供が10歳と8歳、うん、で、もちろん前の時も子育てしたんだけどさ、うん、若い時の子育てってあまりに大変で、うん、なんだっけ、楽しむ余裕っていうかさ、うん、ないじゃん、うん、もはや記憶喪失で、うん、で本当は年取ってからの方が肉体的にはきついんだけどさ、うん、余裕あるよね、ちょっと。そうそうそう、分かるからね、大体ね、うん、もうやってきたことだし、うん、だから結構今回のが見られるでしょ、うん、この彼らっていうか、うん、彼女ら、うん、時間の経過っていうのが分かるから、う、うん、とすると面白いよね、うん、人間が、うん、成長するっていうのは。そう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 、うん、だからとするとこうなんかさ、言葉を教えるでしょ、うん、あ、そうか、そうか、そうだ、まだアイドル養成ギブスなんだもんね。そう、そう、アイドル養成してんだよ。そう、なんかさ、伝えようってするけど、うん、相手は赤ん坊だから、うん、難しいこと言っても分かんないし、うん、となんか何かこうね、うん、動作だったりさ、うん、音だったり、そうっていう感じだよね、映画も、うん、でも、これをなんで、でもこれを残して伝えたいのっていうことになっちゃうからな、うん、なんで。いやー、これはね、うん、なあ、まあ単に昭和の、うん、ノスタルジーで、うん、ちょっと最初撮り始めたんだけども、うん、でも実はテレビっていうのは、うん、なんかすごいメディアだなっていうこと、うん、テレビだったよね、主役がね。そうそう、テレビなんですよ、テレビの話なんですよ。だからテレビっていうのはもう本当に天皇に変わってで、空白に君臨してね、うん、空白の位置に過ぎちゃったみたいなことをちょっと描いちゃおうかなと思って、ルーシーショーとか見てても、うん、なんか階段があって上から降りていくんだよね、ルーシーが、うん、それでなんかムーニーさんとか言ってさ、うん、覚えてる、だから 銀行で、ね、ルーシーが勤めてる会社の上司なんでね、うん、よく考えたらさ3人しか出てこないでしょ、うん、ムーニーさんとルーシーとかもう一人女のなんかね、うんうん、友達かなんかで、うん、あれだけでドラマやってたんだよね、うん、だから盛り上がってると思うんですけど、そろそろお時間、もうそうなんだ、すいません、ということで全然まとめにもなってないんですけど、うん、でも本当に52年ぶりに会ってこんなつまらない話をしているところが僕らかなと思うんですけれども、うん、もう全然変わってないというか、僕は衝撃の双子が生まれて1年目っていうのを聞いてですねこれはね、作品を作る上にすっごいプラスになると思います、うん、僕も今の10歳児ときっと9歳、まあ、8歳がね、うん、今度3月に9歳なんですけど、うん、で絶ガラッと作品変わったね、うん、あ、本当に、うん、で要するにね、すぐやめるから大丈夫ね、そう言ったけど、僕の場合だったら、うん、言葉を覚えるでしょ、うん、で人間が言葉を覚えていく過程をずっと見てたんだよね、うん、でこんな面白いもんないじゃない、うん、作り手にとっては、うんうん、つまり普段言葉は使ってるのに、うん、生物で、うん、これ無だったやつが、うん、言葉を覚えていく過程をずっと観察、僕ねこれ毎月お金払ってもいいからやりたいと思ってます、うんうん、で そこからね、この人たちを説得しないとっていうかさ、この人たちのことを考えてあげないといけないなっていうふうに思ったらね、
あのまあ分かんない、僕ら死んだ後に読んでもらえるかもしれないし、あのこういうこの人って僕らはまあ、まあ死んじゃったので彼ら生きるので、あのいやこいつのためにちょっといい世界にしとかないといけないって、うん、だんだんいい人になってきちゃってさ、ちょっと作家としてまずいんだけどでもそれはそれで、あの今まで自分がやんなかったことができるようになって、うん、そっちの世界も面白いよね、うん、なんかポジティブな世界っていうのがあって、うん、だからね、この双子ちゃん、うん、双子ちゃんはだからとにかく言葉はまだ話してないから、その前に歌を教えてる、洗脳してるわけで、ね、歌と踊りを教えてるもうね、うん、ミュージカル作って、ミュージカル、うん、ミュージカルを、うん、あいいなあ、それはもうじゃああと20年は頑張らないといけないですね、うんうん、そうそう、うん、だこれもあのまあミュージカルって言ってもちょっと分離しちゃってんですけど、うん、あそうだよね、だから、あのダンスだから、うん、だからもう全部歌でいっちゃおうかなと、いいね、いいね、うん、だからオペレッタとミュージカル、オペレッタミュージカルみたいな、シェルブルナマサみたいな、そう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 じゃあ、うん、あのそれを楽しみにしておりまして、ね、うんうん、ぜひぜひ原君頑張ってください、次回作ちょっとちゃんと頑張って、はいはい、当たる映画を、そうですね、期待してますよ、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、いやどうもどうも、もう終わりなの、はい、すいません、9時から別の映画の渡り、あ、そうかそうか、はい、すいません、ありがとうございます、知らなかった、本日はご来場いただきましてありがとうございました、先ほどご案内いたしました通りロビーの方で、関連商品の販売も行っております、ぜひこちらもご利用ください。本日はご来場いただきましてありがとうございました。私の旧作の DVD も売ってますんで、あの階段型のとこで売ってますんでと思いますんで、よろしく